どこにだよ。そのような謙虚な面も管理人としては申し分ないの。まさか貴様らというわけじゃから、今日からよろしく頼むよ管理人殿。本来なら総会で皆に承認されて祝福された後に所定の手続きを踏まねばならぬじゃが、あいにくお前さんが欠席しておったのでな。だが案ずることはないぞ。総会招集通知に記載した通り、全権を委譲されたわしがちゃんと手続きを済ませておいてやったからな。安心して励むがよい。貴様、よりにもよって俺に全部押し付ける気か。お前さんは若いから知らんようじゃが、この日本には大家といえば親も当然という言葉があっての、大家は借家人を我が子のように扱わなければならないと昔から決まっておるのじゃ。気持ち悪いことを言うな。この俺にこんな老けたガキがいてたまるか。もう我慢ならん。ジジイ、そこにいろ。俺が直接降りていってきっちり肩をつけてやる。では快諾してもらったと総会には報告しておくでな。またな。待て。ちくしょう。寝よ。
他人に同情している暇があったら、せいぜい転ばないように自分の足元でもしっかり見てろ。ごめんなさい。どうしたら許してくれますか？どうしたらって、いくら謝ったって、ほら騙されないからな。それを考えるのが店員の務めだろうが。え？酔っ払いだと思って、いい加減に扱いやがって。骨でも折れてたらどうしてくれて。ごめんなさい。私何だってしますから。何でもするってか？じゃあありがたくと言いたいところだが、こんな痩せっぽちのお嬢ちゃんじゃ話にならないからな。笑えよ。てめえも笑えって言ってんだよ。客の言うことが聞けないってのか。はい。もういい。つまんねえんだよ。お嬢ちゃんじゃ話にならないから。
お姉ちゃんを呼んでこいよ。ちゃんとお嬢ちゃんの後始末のできるやつをな。私、お姉さんなんて、いないです。連れてこいって言ってんだろ。何でもするんじゃなかったのかい。酔っ払いだと思って、舐めた真似しやがって。ごめんなさい。私、どうしたら。ん？あ、悪い悪い、酔っ払って手が滑ったみたいだ。ナナミ、何そんなところで突っ立ってる。さっさとここを片付けろ。は、はい。お怪我なかったですか。元気そうだな。いや、なんでもない。落っことしただけだからな。怪我はしてない。無事で何よりだ。はい。うわ、バランバランの粉々ですね。宗一さんもお気に入りのコップだったのに、ちょっともったいないですね。勝手にお気に入りにするんじゃない。まあそれはそれとして、すまなかった。コップの代金もちゃんと伝票につけといてくれ。はい。でも。でもなんだ、セットものだったから一つかけると困るとでも言うのか。それとも単品では売ってないような商品だったのか。ならセットごとだろうが、1ダースだろうが、1グロスだろうが買ってこい。金は俺が出してやるから。あの、ありがとうございます。でもコップのことはもういいんです。
どうしたのかなって思って。実は持病の尺がいきなり出てな。宗一さんは病気なんですか？尺って何ですか？重い病気ですか？尺っていうのはだな、ほら時代劇でいかにも体の弱そうなお姫様や大店のお嬢様なんかがな。見てないか。時代劇なんてもうテレビじゃやってないもんな。わかった、実演してやろう。すみません。とにかく突然こうやって前かがみになって胸や腹のあたりを押さえながら、大げさにうめきながらうずくまると親切なお侍さんがうまい具合に通りかかってくれるわけだ。バーカ、実演だと言っただろ。振りだよ振り。なんだ、よくわかったところで申し訳ないんだが実は冗談だ。本当はさっき謝った通り、酔っ払いがグラスを落っことすなんてよくあることだろ。酔っちゃったのですか？そうだとも。酒場で客ができることと言ったらそれぐらいしかないだろうが。それにしても落っことしただけなのにすごい音がしたな。あれはきっとクリスタルグラスだったんだろうな。高級なやつほどたっぷり鉛が含まれててさ、ずっしりと重くてうっかり落とすとすごい音がして粉々に割れてしまうんだ。どこのブランドだ？確かで買いました。うん、今はもうなくなっちゃって、その場所はパチンコ屋さんになって、カラオケ屋さんになって、携帯電話屋さんになって、最近は安売りのビデオ屋あたりだろう。どうしてわかったんですか？そうです、安売りのビデオ屋さんです。何が売ってるのかなって見に行ったんですけど、子供の来るところじゃないって入れてくれませんでした。宗一さんは入ったことあるんですか？さあな、多分入ったことはないんじゃないかな。そうですか。やっぱりお菓子なんかは売ってませんよね。ない。そうなんですか。で、いくらだったんだ？え？コップだよ、コップ。まさか1個100円だったなんてことはないよな。
違います。だよな、百太郎なんて店名だからてっきり怪しげな100円ショップかと思ったよ。はい、怪しいお店じゃないです。とっても良いお店でした。3つセットで100円でしたもの。やっぱり100円ショップじゃねえか。そうなんですか。でも高級品なんですよね。すごくいいものなんですよね。まあなんだ、どこに出しても言い訳のできないくらい正真正銘の安物だ。そうなんですか。まあ安物ほど頑丈で丈夫だったりするからな、実用性を考えるといいものかもしれないぞ。あれ？なんだ？高級品のコップはよく割れて、でも割れたコップは正真正銘の安物で、じゃあどうして。余計なこと考えてる暇があったらさっさと片付けろったら。はい、ちょこっと待っててくださいね。すぐきれいにしますから。して手を、じゃなくて手を抜くんじゃない。ちゃんとしたほうきを持ってくるんだ。俺はしばらく席を外すから、その間にきちんとほうきで吐くんだぞ。急がなくていいけど、手で拾おうなんてしたら承知しないからな。さあ行け。